こんにちは、大島優子です。今日は私のバッグの中身をご紹介したいと思います。はい、まずはバッグですね。これはクリスチャンディオールのブックトートです。こっちはね、クリスチャンディオールのロゴなんですけど、ここ刺繍ができるっていうので、あの優子の優を入れてもらいました。じゃあまずはすごい入ってるんですけど、ちょっとグッズからいっちゃおうかな。自分のオフィシャルサイトのグッズ、自分がいつも使いたいグッズっていうのを作ってるんですよ。これが最近出たやつかな。クリアボトルで、これが、スプレーボトル、まあ、アロマ入れたりとか除菌スプレー入れたりとかで、あとはモバイルバッテリー、これめちゃめちゃ便利。これなんとここが2つ仕様になってるんですよ。だからあのギャラクシーとか用の人と iPhone 用の人とちゃんと分けて使えるという、これはねめちゃめちゃいいものを作ったなと思ってます。こちらは必需品の台本です。台本カバーですね。作品変わるごとにこうやってあの入れ替えて、でペンもここに入っていたりとかして、家に台本カバー2つあって、このベージュの台本カバーと赤い台本カバーがあるんですけど、まあ、気分によって変えたりとかして、多分どちらもファンの方にいただいたなという記憶です。で、あとはこれ私の必需品です。おばあちゃんの手作りカエルです。私の祖母がですね、あのこういう編み物が得意で、で昔からカエルを作ってくれてるんですけど、生きカエル、若ガエル、もうちょっとなんだっけ、生きカエル、若ガエル、あ、無事にカエルっていう3つのカエルっていうのをかけて、あのおばあちゃんの思いが込められて作られてます。でそれと一緒にですね、これもあのお守りケースですね。いろんなお守りが入ってます。なんかピンクだらけじゃない？ピンク好きなんですよ。で次もピンクになるんですけど、いいですか？これミニバッグです。すごい小さいですよね。このこれに合うサイズのバッグは欲しいんですっていう風にいろんなところに行って見つけたバッグなんですよ。でそのものというものが入ってます。ウノですね。ウノなんですよ。ウノが大好きで、友達といつも家で遊んだりとかすると朝までやってます。このウノのこのサイズに合うバッグが欲しいって言っていろんなところを歩き回って、最終的にたどり着いたのがバレンティノのこのバッグだったんです。で最近のウノってすごいんですけど、これオーソドックスなんですよ。でこれがクリスタルウノなんですよ。プラスチックでできてるんですよこれ。でまあ中身はあんま変わらないんですよ、ルールは。でもこれはフリップって言って裏表どっちもなるっていう。だから例えば普通にやってて、でフリップっていう絵柄が出てきた時には裏返してこっちの手札に変えなきゃいけないんですよ。だからみんなが持っているものの裏をこうずっと記憶して何を持ってるかってやりながらフリップって出して裏返すみたいな、そういう作戦をできるウノなんですよ。私の将来の夢は私のウノを作りたい、これが狙いですっていうのは、私のこのここにね、顔が、私の顔がなるようなウノを作りたいんで、ぜひともよろしくお願いします。あとは何だろう、ポーチかな、日焼け止め、いつも持ち歩いてる日焼け止めです。これはあのハーリップトゥーって小島春菜ちゃんがプロデュースしているブランドの、これはリップですね。いつも使ってる薬用のリップかな。メグベイビーの、これもリップです。これあの、これはちょっと色ついてるベリーの方なんですけど、これはエイクラナナちゃんがあのプロデュースしている、あのこれリフィールリップなんですよ。だから中を変えられるっていうので、ちょっと色をつけたいなっていう時はこれ使ったりとかしてます。これすごいです。お気に入りです。セーラームーンのパスメキッドまつげカーラーとホットビューラーですね。やっぱこういうコンパクトだとすごいポーチちっちゃいのですごく持ち歩きやすいから愛用してますね。
あとは結構プチプラです。すべてセザンヌだったりケイトだったりタンメイクだったり、まあ、すごく使えるのでね。特にここの3つは最強ですよね。ここのブランドは。お財布はディオールですね。これはメンズです。あえてメンズのところを見に行った時にすごく可愛くて、ちょっとカジュアルじゃないですか。ちょっとストリートっぽさもあって、あ、これだったら自分に合うかもと思ってこれを購入しました。あとはもう歯ブラシですね。ガストンの。以上ですかね。はい、というわけでこれが私のカバンの中身です。なんかやっぱバッグって一生持ちたいじゃないですか。10年先でも使えるものを買おうとは思いますね。洋服とか靴とかバッグにしても。だからすごく物持ちはいいんですけども、であとたまにこう持ってると、あの祖母が欲しいって言うんですよ。洋服とかも、それどこのやつなのみたいな、私も着れるかしらって言って、たまにお下がりであげたりするんですよね。サイズ感が一緒だったりとかして。だからなんかこう人にもね、あのあげられるものというか譲れるものっていうものも考えた上で購入したりしてます。こういう風にやっぱ小分けしてるんで、どこに何を入れるかっていうのを全部決めてるから。テトリス大好きでテトリスみたいに組み合わさせて隙間隙間に入れていくのがすごい好きなんですよ。はい、入りました完璧です。 Vogue Japan の他の動画もチェックしてください。大島優子でした。